なんか一回分解して組み立てたらネジ1個余るっていうことないでしょうかね。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、このねるねるねるね、これをね普通に食べるんじゃなくて、こちらのドリルでだいたい5000回転ぐらいかき混ぜたらどうなるか、これを実験していきたいなと思います。ねるねるねるねとかね、めっちゃ久しぶりなんです。小学校以来かもしれないですね。なんか3種類ぐらいあったんですけど、この一番オーソドックスな、なんかパチパチ飴みたいなのついたやつ、これをちょっとあれ、あ、こっちか。あ、ちょっと作り方のとこ破れましたね。まず持つところを、これを切るんですか。トレイからたくさんカップを写真のように一度折り返してから切り取る。読みにくいな。えらいとこ破れたな。切り取ります。これを切り取ります。はい、こんだけか。はい、そしてこの切り取ったこの三角のやつですね、これに水を用意するみたいですね。ちょっと水取ってきます。 5cc。 はい、こちら水を汲んできました。表面張力ぐらいがちょうどいいって書いてますね。こちら表面張力ぐらい、これをね、新潟の方ではつるつるいっぱいっていうみたいですね。すり切れいっぱいのことですね。これをいっぱい入れます。はい、そしてこちら1番って書いてるやつですね。なんかパチンコ屋さんみたいですけど、この1番って書いてるのをまず水と合わせますね。はい、あ、なんか青っぽい、紫色っぽい。そしてこれでよく混ぜます。まず最初にね、普通に作ってから味見して、その後ドリルでかき回していきたいなと思います。これどんなもんぐらい混ぜるんですかね。よくかき混ぜますって書いてます。しばらく混ぜてみましょうか。まあ、20万回ぐらい。好みではないっていうんですか。次に2番って書いてるやつですね。小さい袋なんですけども、これを、またよくかき混ぜます。変わるまでかき混ぜますって書いてます。なんか青紫色みたい。あ、なんか紫になってきてる。すごい。紫になってきてる。そしてなんかふわふわ。うわ、なんかね、粘り系、なんていうか、重くなってきてますね。餅みたいな感じですか。うわ、なんかハーゲンダッツの溶けかけを混ぜてるみたいな感じですか。あ、重いな、これ。割と重いな。そして体積がなんか増えてきてる。え、めっちゃ増えてきてるやん。ねるねるねるねってこんなんでしたっけ。そして最後3番ですね。キャンディーをかけて食べますって書いてますね。これ今、ちょっとだけかけて最初味見してみますね。うわ、久しぶりや。何年ぶりや、これ。ほんまに小学校なんで、だいたい2日ぶりぐらいですかね。あ、なんかパチパチ飴みたいな。これで一回食べてみます。あ、こんなんやっけ。うわ、あんまり美味しくない、美味しくないって言ったらあれですけど、ここ先端にねセットしていきます。こうですか。はい、こちらドリルのこの両尾って呼ぶんですか、 CCD1020、 このドリルでハイにして、これだいたいね1分間で1000回転ぐらいらしいです。 1000rpm なんで、5000回転しようと思うと5分ですね。約5分、これをかき混ぜたいと思います。はい、それでは早速かき混ぜます。はい、なんかね、5分間混ぜてみたんですけど、あんまり変わらなかったですね。なんやったらこのふわふわ感が逆になくなったぐらいですね。それでは早速食べてみましょうか。ちょっとパチパチ飴をかけて。うわ、微妙。うわ、こんなんやったっけな。はい、結果ですけどもね、ドリルで混ぜても人間の手で混ぜてもね、味あんまり変わらないですね。じゃあなんでドリル使ったんやっていうことになってきますよね。無駄に電気食いましたね。たまにね、こういうお菓子食べてみてもいいかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、マジか、勝手に動く。
いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。